ボール。ちょっと味方に当たったか。田中俊太いいところに出た。これはちょっと無視してきました。まあ技術もありますけどフィジカルもね強い選手。狭いところ。そして右サイドの田中俊太ダイレクトで入れる。キムコンヒ。田中俊太一度フェイント入れて縦にパスをつけた。ステップを踏む田中俊太ダイレクト。スマチョーク前を向いた右足ナイスブロック。田中俊太右金子マジで縦パスを選んだ。オガッシュはかわして、新野からワンタッチ。田中俊太中に出て浅野切り返す左足のシュート。前からビッグセーブ。浅野を飛び越して田中俊太浅野優也アウトで入れる。後ろから菅野シュート。チャンスを作るようになってきています。縦にワンタッチで入れますがオフサイドポジションに来た浅野は触りません。ただ小柏が後ろから入りました。小柏低いボール早く入れましたが菅野シュート。多いんだやりたい意図がなかなか合わないという話はあるんですが、それは守備のところにも出ていくか。裏に抜けてきたのは触れるっていうのはね、いろんなコンビネーションも使えますし、はい、裏を取りました。猫田中小菓子は走らせる。小菓子は速いクロスボール合わせた決まりました。さあ3対0大きなリードをこのホームの地で奪って、いいボールですね。この右サイドの作りいいですね。やっぱり田中俊太からもう一度浅野枠左足だ。決めた。レベル吉尾も上がってきた。中にカッペリにも入っている小川は自らドリブルですが田中俊太の対応仕掛ける目合いチーズから仕掛けるか。縦に行く。カピシャーバーに対して前を向かせない田中俊太クリーンに奪いました。L 札幌イニエスタクリックしてどよめきは起きますが札幌ボールイニエスタに出す。コントロールして、はい、やっぱり札幌今いい状態にあるかなと。遠野から出るが、はい、運びます。前が要求その奥田中俊太出した。浅野に繋がる。ランドなのでタラビスジェバリワンタッチでメシロ。ただよく戻った田中俊太。ここは読んでいたか前島。さあ逆にカウンターになるかというところですが長打しました田中。ここへどうするワンタッチは札幌田中です。縦に送る中野ペナルティエ中左足伊藤から伊藤に通った。伊藤俊介では浅野選手に通っていたらチャンスですから。田中俊太なんか小前もいますが出せない。今ようやく出しました。横浜横浜ですが行きますよね。うまくかわしました田中俊太。このスピードですよね。縦に入れて小菓子は小菓子は田中俊太から縦。ここは札幌のカウンターを潰したのは小野瀬。平岡も行く間田中俊太抜けてくる。いやいいプレーですね。はい、なんか深いところをえぐって持ち替えてこれをクロスにしました。あここは札幌が金子から田中俊太上がってくる。かわした折り返す、ね、このかわし方で再三動かされて鈴木優馬はもっと出てきてって言ってましたけど、うん、田中倒される。前を向いた田中俊太倒れた。 PK になりました湘南札幌。田中シュート。田中前を向いた。田中シュートだ。東口奥行き菅に抜けてきた。中に入れる田中俊太。前には小柏も浅野のキックは後ろから田中俊太のヘディング。ふわっと浮かせたボール岡村こぼれた。田中俊太のところ前高いボール折り返した。馬場のシュート。のコーナーキック。これはそのまま直接頭に流し込んでいきました。ライナー性のボール触ってねじ込みました。さらに入ってきた宮澤最後シュートまでいけるか。押し込んだ。ワンツー。これはちょっと飛び出しが早いですがシュートに行く。オフサイドですね。そうですね、その一つ前が
ちょっと出てましたからね、見事な崩しでしたけどね気持ちよくボールが動いてましたけど、オンサイドでゴールイン。フェルナンデス、ゴリもワンダラップで上がっていきましたが、そちらは使わずにババワンタッチ、ああ、こうカットしてます。おっと、フットボールのようになっていて跳ね返ってきて決まった。ここは田中が決めました。かなり飛ばし方も入っていますが、田中シュータワンタッチクロスヘッド。田中シュータ中入れて小柏が来た。いや、大ピンチを結果的に免れたということになりましたが、はい、田中俊太ダイレクトでサイドを変えて菅大輝、これは大きく逆サイド菅へというボールになる。ナイストラップ、田中俊太中に入れて宮澤の向こう、福森分が経過をしています。2対2同点。じゃあいいですね、ここを狙って小柏に出た。川田中に入れるが、うん、ここ西川に通ればというシーンでした。時間さあ、ボールを奪って田中俊太、中島大観縦につける、田中俊太が前に出る、浅野、田中ここ、中央過ぎるとやっぱり裏の方も難しさ出ますね、はい、ほんまそうだと思います。そういった田中からさあ、カウントに出る浅野、瀬古縦日本、田中俊太がいいキックタッチ、もう一度山根に入れていく、山根からのボール、徳本です、花湯のタッチです。中斜め、ディエゴ・オリベイラの前、岡村とディエゴ・オリベイラ、斜めにボール、カプリーにヘディングで、さあ近藤智樹の前に出てきた、相手の前に入ってシュートは大迫一枚です。菅野の前、ここはパトリッキだ。もともと不安ですから、その感覚を今日なかなか出場機会をもらえていませんから、やっぱりこういうところでしっかりインパクトを残さないといけないですね。そうですね。さて、エウベルが動き出して、そこにワンタッチ、アンデルソン・ロペス、もう一度エウベル、しかし田中俊太蹴らない両チーム。ここは横浜 F ・マリノスがつなぐが、札幌田中俊太奪う、平がいきます。まだある、エウベル倒れて、ここも田中俊太とエウベル、エウベルがかなり熱くなっています。ランナーのクロス、まっすぐ前のボール、川崎の左足だ、山崎左足だ、ふわっと上げて外からヘディングで入ってくる。で触って流れてもの8番のシュートで宮澤のブロックでコーナーキックになります。馬場選手のところね、もう抜け出してかわして、これもかわして、最後は体を張って対応を見せました。F マリノス決定的でした。